Certainly, there have been times where, you know, there's no way we're hiring a white male. Just kind of unspoken. There are times when it's spoken, but... How would they say it? No way we're hiring a white male, but we're like straight to you、yeah. or okay they'd be very careful how they message that to agents ディズニー会社全体で白人を差別していたこんにちは皆さんポリコリナゾメですチュー先日衝撃的な動画が流出してディズニーが大炎上しています冒頭にも見ていただいた動画なんと20分もあるものなのですがある記者が隠しカメラでディズニーの幹部兼 20th Century の副社長マイケル氏に対し極秘インタビューをしているものですそこでは撮影されていると知らずに赤裸々に語ってしまう彼その中で特に炎上しているのが我々ディズニーは白人男性を差別しているというもの確かに最近の作品でのキャスティングや以前リークされた文書と照らし合わせてみても辻褄が合っているようでこれ今相当炎上していて最近絶好調なディズニーですが事の概要と現地の声を一緒に紐解いていきましょうそれではレッツポリコレディズニーの幹部が我々ディズニーが白人を雇うなんてありえないと発言したことが隠しカメラで録画され大炎上中という記事ですねディズニー幹部のマイケル・ジョルダーノ氏はディズニーが特定の役職や作品中の役に白人男性を雇用しないことを明確に述べている様子が隠しカメラで記録されて今世界中が驚愕しているこの20分に及ぶ衝撃的な動画の中で彼はディズニーが作中の役者や役職に適切な人物として白人男性を雇用することを徹底的に避けていることを語ったこの流出した動画から察するにディズニーの雇用体制には白人男性を差別したポリコレポリシーが存在することを明確にしただろう冒頭にも流しましたが撮影された動画のもう少し長いバージョンがこちらです Certainly there have been times where you know there's no way we're hiring a white male Just kind of unspoken There are times when it's spoken but How would they say it? No way we're hiring a white male but we'reLike straight to you or okay. They'd be very careful how they message that to agents. We have a diversity, equity, inclusion department who's very involved in like setting standards to make sure that our shows have diversity. Do you think like Bob has a say in the diversity stuff when they're casting people? Like 100%. To what? He gives the director. I mean, whatever 10 or 15% of the population is there, I would guess they...30-35% of our top writers are gay. And so I think a lot of them lean into trans stories more than the average straight writer. The company, 11 years now, so I have friends in HR and I have friends in those divisions. And they're like, look, nobody else is going to tell you this, Mike, but they're not considering any white males for the show. They're just not. That's not who they want. As far as Disney's concerned, I'm a white male. That's not...who they're looking to promote at the moment. We wanted to hire somebody in the department a few years ago now who was half black but didn't like appear half black. And they wanted somebody in meetings who would appear a certain way. It kind of feels like we're, you know, at some point there's going to be a lawsuit. That's- I'm guessing that there's a...acceptable code words and buzzwords that are used to explain what they're looking for. They might say something like, you know, look, we're not looking at like the usual suspects for this job, you know? So it's like not like a legally actionable thing, but everybody knows what it means. They, you know, the writers and actors hear all the time, like, you know, looking to hire,ジョルダーノ氏はまたこの20分に及ぶ動画の中でディズニーの CEO であるボブ・アイガー氏がディズニーの番組や映画のキャスティングにおける多様性の確保について 100% 発言権を持っていると述べているこの白人男性差別的な動きはボブ・アイガー氏からの直接的な指示であるかは不確かだが彼は作品にある程度の多様性があるべきだと述べたことで以前炎上していることから信憑性はあるだろうこの極秘インタビュー中に彼が具体的な名前を出さなければ企業お得意の彼は精神的に迷っていたから妄想を話していたんだと逃げ切ることもできたはずですが CEO の名前が具体的に出てしまったのでディズニーの内部調査が始まるのも時間の問題でしょうねこの間ディズニーはフロリダ州から訴訟を起こされてましたしこれについては動画の後半で紹介します
彼は続けて、ディズニーは作品だけではなく、人事部も社内の多様性に注力していると述べた。世界人口のわずか 10% ほどがゲイである一方、ディズニーの脚本家の3分の1以上がゲイであり、最近のディズニー作品はゲイやトランスの物語が生まれる比率が高いと持論を語ってくれた。彼は次のように続けた。ディズニーには多様性が社会にとって良いことだという強い信念が感じられる。より幅広い人々にアピールすることで、より多くの利益が得られ、良いことだと信じてやまないようだ。しかし当社には株主がいる。多様性をよく思ってない保守的な株主も多いのだが、より幅広い人々にアピールすればより多くの利益が得られるという考え方は変わらないようだ。最近のディズニー作品に多様性がすごく感じられるのは、従業員の多くが多様性に満ち溢れられてるからってはっきり分かんなね。保守派の株主はもちろん最近のディズニーの動きを嫌だと感じているようですが、多様性によってより多くの人にアピールできるから利益プラマイゼロって感じなのでしょうか。いや普通にマイナスじゃろ。ここからはディズニーの白人男性差別的な一面を彼が赤裸々に語ってくれます。彼は自分自身の今後のキャリアに焦点を当てたが、僕は部長より上にはなれないだろう、なぜならディズニーにとっては僕は白人男性に過ぎないのだから、と語った。これはどういうことなのだろうか。昨今のディズニーは黒人女優を実写版リトルマーメイドに、ラテン系アメリカ人を実写版白雪姫に起用するなど、多彩なキャスティングで世界中から非難を浴びてきた。彼のこの動画で語ったことやディズニーの最近のキャスティングを見てみると、どうやら白人男性のみならず白人の人物自体をキャスティングや役職に当てることを避けている傾向が強いようだ。確かに最近の作品を見てみても、ディズニーのキャスティング的にもわざと白人俳優を選んでいないかのような意図的なキャスティングなのではないかと言われてきましたが、これが会社内の役職にも当てられていると。そういえばアメリカのディズニーランドにも有色人種のスタッフが増えていたという話も最近聞きますね。リークされた文章、フロリダ州に訴えられたという件はこの後出てきます。隠しカメラで撮影されていたことを彼自身が知っていたかどうか、また撮影していた人物が誰だったかは不明だ。しかし動画の後半では場所や彼の服装が変わっているため、この撮影は複数の会議で行われた可能性がある。ディズニーは流出した動画についてコメントはしていないが、ツイッターではディズニーの作品においての DEI と雇用の仕方にあたりボイコットをしている人が多いようだ。今年初めディズニーが公民権法第7条に違反したとして訴えられたことは我々の記憶にも新しいだろう。この法律は人種、肌の色、宗教、性別、または国籍を理由に企業が雇用、昇進させることを禁じるものだ。当時ディズニーからリークされた現場の包括性基準という書類は、舞台裏や映画現場でどの割合でマイノリティたちが雇用されなければならないかという比率を指示するものだった。それがきっかけで始まった訴訟だったのだ。しかし今回の動画の件が明るみに出た結果、政府がディズニーを内側から調査する可能性は強くなるだろうと記事は締められてますね。それでは現地の声をいくつか紹介していきますね。 If you're not boycotting Disney, you probably should be. Hiring based on color instead of on competency is a new method todayEvery single big US corporation is just like this. Keep in mind that you were told that you were crazy if you thought this was happening. Walt Disney is rolling his grave right now. You know Disney is gonna try to spin this as he was the only one doing this. 皆さんの考えもコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは欧米の街かよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターもフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは一日を。ヤニ15563ロングイケメンということで、スパチャ本当にありがとうございます。チャンネル上に回させていただきます。そういえば話題が話題なだけに収益がおりないやったな。少ないんですが、よければどうぞ。ありがとうございます。お仕事何されてるとかって過去に言われてましたっけ。今皆さんのサポート応援もあり、 YouTube を専業でやられています。大変ですが、皆さんに欧米諸国からの声を届けられてやってて本当に楽しいです。ちなみに以前までは金融系に勤めてました。質問がある方はコメントで質問と入れて、というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも質問、応援サポートありがとうございます。先日、衝撃的な。そこでは撮影されていると知らずに、確かに最近の作品でのことの概要と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではレッツポリコレ。この20分に白人大ポリコレポリシーが、この白人男性直接的なディズニーの
最近のディズニー、彼は次のように続く、彼は続き、より広い、より幅広い人に、より幅、より広は、最近のディズニー作品が多様性を感じ、従業員の多くがさ、いやマイナスだろう。アフリカ系女子、わざと白人だ。これが会社内の役職にも当てはめられる。リークされた文章、フロリダ州、企業が雇用、少数、